神様にはいとこがいる。ルーシー、正式の名前で呼ぶなら魔王ルーシファ。みんなが彼を必要としたから、ルーシーはどんどん大きくなって性格まで変えていった。ただ神様はみんなが思っているほど彼を嫌ってはいない。悪意など持っていたら神になんかなれない。それどころかルーシーは神様にバットの振り方を教えたんだ。まあ心が和むほどのエピソードではないけれどね。近所に暮らし同じ場所をぶらつけば親しくなるのは当然かも。それにルーシーは何しろあの天地創造あたりのことを覚えている数少ない話し相手なんだ。もちろん神様と彼はそれ以来別々の道を歩んだけれど、いつもお互いを気にしていて、あいつは今何している、神様はどうしていると尋ね合って本当のところを知っていた。どのみち親類なんだから当然といえば当然。神様は今でもルーシーがこちらへ戻ってこないかと思っているんだ。